チはいつも以上に入念にね。まずはスクワット。桃井さん、知り合い？どちら様？なんて言えばいいのかな。鉄くんの彼女です。決勝リーグまで待てなくて来ちゃいました。鉄くん、黒子哲也くん。お前、彼女いたの？違います。中学時代のマネージャーだった人です。抵抗の決勝リーグって次の対戦校なの？てつくん、久しぶり。会いたかった。苦しいです、桃井さん。何が何だか分かんねえけど、羨ましすぎる。クロコいいな、クロコ死ねばいいのに。いやいや、なんでクロコ？冴えねえし、薄いし、パッとしねえし。そこがいいんですよ。でも試合になると別人みたく凛々しくなるとことかグッときません？あと、アイスくれたんです。はぁ、さ、新しい味ってなんかいいな、ああいうみんなでアイス食べるとか。僕もういらないんで、これあげます。え、あげますって？ゴミくれるってどういうこと？てか、ひどくない？だから本当は鉄くんと同じ学校行きたかったの。けど桃井さん、プール内は響くんで大声は控えてください。なんだこの展開。なんなのよあの子。そもそもちょっと胸が大きくて可愛いぐらいで、みんな慌てすぎよ。もうねえ、ヒューガくん。うん、そうだね。待って、鉄くん。鉄くんってば。チラ見したんじゃねえよ。ヒューガさん死んじゃいますよ。え、なんで俺の名前を？知ってますよ、セイリンバスケ部キャプテンでクラッチシューター、ヒューガさん。イーグルアイを持つポイントガード、イズキさん。無口な仕事人でフックシューター、ミトベさん。圧倒的なジャンプ力を持つパワーフォワード、鏡くん。小金井さん、土田さん。あれ、そんだけ。そしてギリギリ B の監督、リコさん。桃井さん、やっぱり青峰くんのとこ行ったんですか？うん、鉄くんと一緒の学校に行きたかったのは本当だよ。けどあいつ、ほっとくと何しでかすか分かんないからさ。この子、鉄くんにそっくりだね。うん？どうしたの？なんか、かわいすぎ。桃井さんのところもですよね。あれ？言ったっけ？さっき、決勝リーグまで待てなくなってって言ってたじゃないですか。そうだっけ？はい。だから、次会うときは違うベンチだね。はい。あと、ビデオでミドリンとの試合見たよ。すごいいい試合だったし。鏡くんって、彼、昔のあいつにそっくりだね。はい。
人のプレー見てたら思い出しちゃってさ。せえ、ナイスパス、鉄。クロチンとミネチン、相変わらずムカつくくらい息合ってるね。てかクロコッチ、こっちにも回してほしいっす。キャプテンに言ってください。今のプレーを見せられたら当分はこれが規定路線だな。本当なんでだろうな。鉄とは他のことは何も合わないのにバスケだけは噛み合うんだよな。となんですかね。クロコは影なのだよ。影は光が強いほど濃くなる。つまり強い選手と組むほど黒子も力を発揮する。俺たちも別に黒子と息が合っていないわけではないが、やはり最強は青峰だ。一番黒子と噛み合うということは、ひときわあいつの輝きが強いということなのだろう。ういっす。ウィース。あら、青峰は勝手にどっか行きました。てかまたサボりっすよ。はあ、まったくしょうがないやっちゃ。のう桜井。え、あ、はい、すいません。は、自分クラス一緒だから止めたんですけど、ダメです。その、いや、ええよ別に。ほんとすいません。生きてて。生きてて、すいません、すいません。自分とかもうハムシっす。ハムシ、すいません。いやもうええから。すいません、むしろ軽くうざいで。うざくてすいません。あと桃井もいないっすけど。すいません。ああ、それもええね。すいません。むしろそれがあいつの仕事やん。青峰くんの、鉄くんと一緒にやってた頃のプレーの方が好きだったんだけどな。バスケを一人でするようになって、チーム内で孤立して、それでも試合に負ければ変わってくれると思ってたけど、あいつは負けない。一人になっても誰も止められないのよ。ごめんね、どうも昔の話になると暗くなっちゃって。変わりますか？え？青峰くんを止めたら。え、でも青峰くんの強さは知ってますけど、僕一人で戦うわけじゃないですから。約束します、青峰くんに勝つと。